1900軍関係者の皆様任務お疲れ様です今週も始まりました軍ラジこの番組は日夜軍務に勤しむ軍関係者の皆様にひととの安らぎを提供すべく軍部交換の方々の支援のもとをお送りする三望でワイワイ系ラジオですでは大尉の今週も始めましょうかうんわかった大尉とーマの陸軍ラジオ 略して軍ラジ。始まるぞー。軍ラジ。はい。というわけで、今週も始まりました軍ラジですが。うん、実はですね。 今日は収録している場所がいつもと違いますそうだないや俺もここに来るのは初めてだからなんかこう<え>なんていうかなこう慣れない緊張気味というかいや改めて身が引き締まる思いだそうですね、うん、僕もです今週から聞き始めた方には何のことかわからないと思いますので説明しますと、うん、僕たち所属が変わりましてああ今までは陸軍参謀本部付けだったが、はい 先日本部より移動の通知を頂戴してな今は陸軍省軍務局付けだええ点でしょうかねああそう願いたいところだがあそもそも参謀本部と陸軍省では担当する業務がまるで違うからな、はい、まあ何はともあるだそういうわけだからこのラジオも今回からは参謀で YYK ラジオではなく無局で YYK ラジオでなければならん無局おうん無局 なんかおかしいかいやいや、初めて聞く略称ですのでまあ、それは仕方ないだろう。軍務や軍局と略すと別の意味に取られかねんまあ、正しく、軍務局付けであることを伝えるためには無局一択だほう…なんだじゃあ何か妙案でもあるというのかう <laughs> まさか小島、貴様、陸軍省の方を略して 運賞というつもりではあるまいな運賞普通に言いづらいですねというか省略するところはそこでいいのでしょうかじゃあ他にどこを略すというんだあとはいえ運賞でワイワイ系ラジオだと何のことかはさっぱりわかりませんしそうだろう。だから無極で行こうまあ、うん、そうですね、うん、とりあえず 我々の所属が変わりましたので収録場所もそれに合わせて変わりましたということだけでも伝わればまあそうだなああうんまあ気持ちを新たにということでまあそうですねやっていこうはいというわけで改めまして今週も軍務の傍ら2,30分ほど皆さんのお耳を拝借できればと思いますではタイとトーマの陸軍ラジオ軍務局番始まるぞ 無極無極無極なんだ小島なんか滑ったみたいになってないか <laughs> いえそんなことはありませんこれ台本に書いてあるんだから <laughs> こうやって <laughs> これ毎回態度の、うん、結構あれですよね心のこもった叫びと言いますかそうだはいそうこれはな俺自身の熱い気持ちを聞いている人たちに感じてもらいたいんだいやその叫びだ いやもう僕はここで聞いてて毎回もうその気持ち伝わっております。うん、ああそうか。はい。小島はどんな気持ちでこのラジオを望んでいるんだ。まあでもそうですね。うん、いろんな方々がやっぱり聞いてくださっていると思うので。ああそうだろう。でしかもこの番組のね。うん。まあいろいろとお便りとかいろいろといただいてる方。うん。そういう方々に少しでも安らぎと言いますか一時<ー>のまあ群幕の傍らこう休憩と言いますかね。おお。 なるほど。癒、うん、しということか。そうですね。<ー>それを、まあ、提供できればいいなとううな。語るじゃないか。ありがとうござい。そうか、そうか。まあ、ところで小島、先ほど、あの。栄転だとか、なんとか言ってたけどな。給料ってのは、どれぐらい上がったんだ。え。いや、だから、ほら。栄転すれば、給料も上がるだろう。はい。あ。上がったんだな。え。あの、すす。 それはあのー、違うと言いますかほ<う>上がってはいないなぜだのお前俺の給料が上がってないだけでもしかしてお前は自分は上がってるとかそういうことかあ、そんなわけないじゃないですか給料だけではなくもしかして階級まで上がったといいんじゃないだろうな、えー、貴様大丈夫ですからえー あの僕が栄転と言ったのはですね、うん、やはり大尉殿はいろんな事案に関わり、うん、陸軍に貢献してきたわけじゃないですかあそうだなので、うん、それが評価されて栄転、うん、ではないのかなという私の疑問でございます本当かはいもちろんでございます本当なんだなはい私は全然じゃああの小島の大尉は大尉じゃない小島の階級は大尉である俺よりも下ということでいいんだな下でございます給料も下だな下です私はもうずっと大尉殿のおそばに 信じるぞはいもちろんです大丈夫だなはい信じてくださいいややはり貴様の言うことは信じられんないやなんてで,ですかいやなにせ前回の軍ラジで俺が言ったことを全く変わってないじゃないか何を言ったか覚えてるかえっと何でしたっけだからその軟弱な格好はよせ腕を組んでヒゲを生やすと言ったよな <laughs> いやでも僕の全然変わってない <laughs> まあそれにだ態度の見素敵な贈り物を用意しておりましたとかなんとか言ってあの後えらい目にあったぞ小島<え>どうなんだいやまあそれはあ,あのー、いろいろと誤解と言いますかですねまあ詳しくはこのあたりは好評配信中の軍ラジボリューム2を聞いていただければなはいわかるから聞き直せわかりましたあ,あはいよし進めろはい。 では改めまして、態度のも落ち着かれたことですし早速本日のふつおたの紹介からいかせていただきますまず5つ目ですねこちらラジオネーム、床下のすずめさんからいただきました<う>タイさん、トーマさん、こんばん軍部こんばん軍部先日日課の床下の地図作りをしていたところ 普段は床下にいないはずの方に会いました。おおまあ、これは今までもそうだったので、ある程度覚悟はしていたが、はいああ。今回もしょっぱなからさっぱりわからんな。<laughs> あ,あ。あこいつはネズミか何かなのか、床下の地図を作るのが日課と言っていますからね。うん、続きを読みますね。<ん>後日、床下で鍋をする約束はしましたが。 その日会う約束はしていませんでしたおおなるほどなるほどまあ、これ気持ちいいくらい音を立てて常識が崩れていくな、えー、<laughs> あまだ続きがありますお<う>床下は私の担当なのでなぜ天井裏担当の彼女がいるのか確認したところここは天井裏だからむしろ私がいる方がおかしいという話になりましたはあ<ー>今回私が調査したところは2階の床下です しかし彼女はそこを一階の天井裏だと言いました。太一さんはどちらだと思いますか？うん。うん、なるほどなあ。うん、あ、態度の態度の態度の。度のうん。何な,なんだなんだっけ。うん。あ,あ、ええ床下。うん、う, <laughs> うん。どうでもよし。うん。どうでもよし。 その一言ですか。まあだいな一階の天井裏が二階の床下だろうが、はい、そんなことは生きていく上で必要な情報が。うん、ああ、うん、っていうかな小島。はい、床下担当ってのはどういうことだ。あいや、うん僕にもちょっとわかりかね。そそもそも何をする仕事なんだ。うんまあただ二階建て以上の家となりますと。 それなりに財力のある方ではないかと思いますうん、うん、もしかしたらその床下担当天井裏担当なども我々が知らないだけの可能性もなあ小島よはい。ある日例えば貴様が参謀本部に呼ばれて受け取った命令書に本日より中城宅の床下警備に人数と書いてあったらどうする二度見しますそうだろうその後を確認でしょうか 何かかの冗談ではないかそもそも床下の敬語とはどうすればいいのかなどかなそうだろうな、はい、俺だってそうするあもしかしたらそのあまりの衝撃に語尾がござるになってしまうかもしれん <laughs> な,なるんですかなるわけないだろう <laughs> えー、先ほどは自分でまあそういうわけだから残念ながらどう思うと聞かれてもこれ答えようがないでござる、うん 小猿また言いました、ねまあ。ただな、この床下のスズメが侵入した場所については第三の可能性も考えねばならん。第三の可能性。そうだ。どういうことですか。いいかはい。床下でも天井裏でもない場合を考えろと言ってる。え？あ？なんだよホジ上官に向かってこの人何言ってんだみたいなその顔はお前軍法会議に呼える、ー、ぞ。そういうわけでは。い,いか。 世の中には俺たちの知らない場所がたくさんある、うんはあ、そこが床下でも天井裏でもなければ床裏とか天井は下かもしれんだろうそういう可能性も常に頭の隅に置きつつ任務に当たるということだな,なるほど事態というのは常に我々の想像の斜め上を行くからな、はあ、心構えだけは常にしておけ、はい、そうだ 任務中、突然襲われたりなどもあるかもしれん。はい。え、襲われるんですか？貴様。冒頭で俺が言ったこと、もう忘れたのか。<ー>前回の軍の字。態度のに素敵な贈り物を用意しております。だとかなんとか言うから、楽しみにしていたら。突然、荒らなは思った連中に襲われて、怒り役。<laughs> なあ、確かにそうです、ね。そうだろう。もう危うく癖になるところだったぞ。ああ、そうですね。わかりました。うん、はい。ああ じゃあ次のお便り2、えー、つ目は俺が読もう <laughs> お願いしますえラジオネームえー、日の本一のひざ枕さんからだお便りありがとうございます、うん、ありがとうえ何何たいさんとうまさんこんばん部ですのこんばん部ですの,ですのえー、陸軍ラジオ毎週楽しく拝聴しておりますのえー、花冷えの日が続いておりますが いかかがお過ごしですか、えー、こちらはお山の桜がきれいに咲き、私は毎日それを見るのが楽しみですわ。タイさん、トーマさんとも日々お忙しくお仕事に向かわれていると思いますの。国を守るお仕事ですから、大変だとは思いますが、何とぞお風邪など召されませんよ。ん え、どどうしました <laughs> お,お風邪など召されませんよご自愛くださいですのそれではお元気でかしこ通信夏みかんを一緒にお送りしました少し酸っぱいですが美味しいです <laughs> 召し上がってくださいですの,あの <laughs> あおふくろー 態度のお袋。大丈夫ですか？<ー> <laughs> お袋。また波が。いやもう泣き止んでください<ー>態度。すまんすまん昔もらったお袋からの手紙を思い出してな。そうなんですねあ。あれは俺がまだ軍に入営したての頃だ。 当時の上官の仕事きがきつくてな軍に入った意味すらわからなくなりかけてた時同じような手紙をお袋からもらったんだはああれこれこまごまと聞くわけではなく手短な時世の挨拶と近況報告あそして国の名物を送ったからとただそれだけの内容でもお袋が心配しているのが分かってな そういうものなんですね。なんで貴様その反応は人の心がないのかこの人でなし成敗するぞすとんでもないです。僕東京生まれなもので手紙をもらったことがなくん手紙をもらったことがないのかはい一度もか一,一度もないです、ね。ああそう ああそう <laughs> そうかそうか貴様は意外と寂しいやつだったんだな<や>あそうかそうかそんな言い方しないでください <laughs> それは悪いことをしたいやすまんすまん <laughs> しかしあれですね日の本一の膝枕さんのお手紙はしっかりしてましたねいつ前のとんちきなお便りとは雲泥の差だな、うん、こう文面からあふれる人間力というのか もうそれが違う。そうですね。うん、この感じ、なんと表現すればいいのでしょうか。そうだな、この感じ。まあ、例えるなら、ボス、はい、愛、そうだな、愛だ。うん、愛。文面からこう無償の愛が溢れ出ている。なるほど。このお便りを送っていただいた方には、ぜひお礼を言いたい。心が洗われた。 うん、その通りですきっとそうだな子供の成長を見守る厳しくも優しいお母上なのだろうな間違いないですねいやまあしかしこんないいお便りを読むことができて本当に良かったそうですね、うん、では靴尾は一旦ここまでとしまして、うん、次は参謀本部および陸軍省からのお知らせです、うん、来たる4月14日参謀本部の一部が停電となりますそれに伴い 庶務,務班でオイルランプの対応を開始しましたので必要の方は今のうちに申請ください停電か大変だなえー、なお東部第40部隊についてはランプの申請は行わず別名あるまで待機せよだそうですんそれはどういうことだランプを借りられない部隊もあるのかんそのようですねうん東部第40部隊の皆さんは大変だろうが。 まあそういう命令なら致し方なしだなそうですね、うん、ではお知らせは以上になります<お>ここからは皆さんお待ちかねのあの企画ですうん。イの準備はよろしいですかせいわかりましたその一言で十分でございますせいせいでは行きます今回もより強力になって帰ってきたあの企画人生に行き詰まったらタイを訪ねろ軍関係の皆様の 日々の悩みをズバッと解決。その名もタイの。お悩み相談室。ファビラスマックス。おお、相変わらずの力の入りよですね。まあ、何しろなこの問題を解決すること、それがすなわち帝国陸軍の発展につながるからな。はい。まこれは前回も言ったはずだ。んうん。今回ももちろん。 そのつもりで来ているさすが態度の。陸軍の発展は国の平和につながりますからねそうだなでは早速この勢いのまま一通目のお便りを紹介させていただきます一、うん、人目の悩める帝国軍人はラジオネームただの酒が大好きなおじさんさんです <noise>、えー、タイさん、トーマさん、こんばん軍部こんばん軍部,んん軍部俺は以前 特殊な組織にえ特殊な組織に所属していた流浪の剣士です。お<う>剣の腕にも若者への助言にも自信があり、短所といえば任務中に酒を飲んでしまうことくらい、それはダメだな。即懲罰貿易だ。僕もそう思います、うんえー、以前とある森でとある少女に出会いました。彼女はいきなり俺に剣を向けてきましたが、そこはおじさんの人生経験。 酔った感じでいなしつつ彼女の悩みを聞き出しました<う>ちなみにこの時酒は飲んでいましたが酔っていませんいやこれは酔ってたなはい酔ってたんじゃないでしょうかい酔ってた酔ってた、はい、よし続けろわかりましたえー、その少女は青年との関係に迷っているようでした若い自分にはよくある悩みですおじさんにはその姿が眩しく思わずまた飲んでしまいました <laughs> このくらいじゃ酔いませんが酔ってたなはい確実にこれ酔った人間の行動ですねうん少女の前で飲むのもいかんなうん,うんえ続きを読みますとその後青年にも会い二人の仲を取り持ついい動きをした後おじさんは格好良く去りました <laughs> 自分で言いましたねうんそうだな えー、それからしばらくしてまた彼らに会うことになるのですが<う>以降おじさんんに出出番番はありません出<番>どうしたら再びかっこいいおじさんとして彼らの前に登場することができるでしょうか大尉さんの意見を聞きたいですうん、まあ、まず一つ言えることはな、はい、酒をやめろ少なくとも任務中はな同感です。うん こちらのお便りに関連して、もう1通来てますね。そうか。はい。こちら、以前もお便り頂い,いた、<laughs> リンゴ大好き子さんからですよ。覚えているぞ。はい。うん、読んでみろ。あ、わかりました。前に、森でおじさんに会ったのよね。ある主との関係で悩んでた頃だったけど、助言をもらって助かったわ。最近見ないけど、元気なのかしら。だそうです。近所の井戸端会議か。<laughs> これ陸軍ラジオなんですけどね。あ、これ続きがありますね。おなんだええー、そのおじさんの話、とてもためになったけど、少しお酒臭かったのが気になったわ。まさか、あの後酔って迷子になったりしてないわよね。まさに今それ迷子に人生の迷子になってるじゃないか。<laughs> そうですねああ。やはりここは禁酒だな。うんうん、任務中だけでも酒を立てる。 そうすれば何かが変わるだろう。そうですね。というわけで態度ののお答えは酒をやめろ。うんです。ただの酒が大好きなおじさんさん。禁酒後またお会いしましょう。せーし。禁酒。せー。はい。<laughs> では次の悩める帝国軍人さんです。ラジオネーム元帝国軍人さん。元 元なのかこのお悩み相談には元軍人も送ってきていいんだなどうなんでしょうね最近退役されたのかもしれませんうんなるほどおうそういえば先日世話にあった左官殿にお会いしたのだが、はい、このラジオをな聞いているとおっしゃってくださったそれはありがたいですね、えー、こちらの元帝国軍人さんも予備役中かもしれませんうんでは続けますねよし えーと俺の名前は東京二名乗ってる大丈夫なのかそれ事故じゃないのかえーいやお便りに書いてありますのであーそうかもう書いてあるなら仕方ないが何のためのラジオネームなんだん、うん、目立ちたいんでしょうかねとりあえず続きを読みます、うん、以前ゆえあって革命を計画しちょっと待てそれ 完全に犯罪予告か自白じゃないのか、うん、これは三回目にして番組終了の危機だぞそうですねなんだ貴様案外冷静だなえー続きですが、うん、残念ながら革命は失敗に終わり <laughs> 自白の方でした、ね、まあそれは何よりだが、うん、えーと失敗に終わり俺はかつての盟友の見守る中命を落とした死んでるぞこいつ死んでますね このお手紙はいつ書かれたんだ。えーっと、いや、決心は薄れて読めないですね。どういうことだ。えー、続きですが。続くのか。はい。まだお悩みが出ていませんし、態度のにいつもの調子で解決していただければ。いや小島貴様、職務に忠実なのは結構だが、やはり人の心がないな貴様は。何をおっしゃってるんですか態度の。さすがの僕もここにありますよ。 ニコニコ笑いながら胸を刺すなお前は <laughs> なんだその笑いは気色の悪いでは続けますね俺が気にしているのはこの後の日本のことだあれだけのことをやったのに一切変化が見られない成仏できてないじゃないかそのようですねあ,あ,あようやくお悩みのようですえー、っと日本は変わらなければならないそのためなら俺はまた革命を起こすつもりだ 死んだはずじゃないのか、東えー、そこで大尉さんには効果的な日本政府への要求の出し方を聞きたい成仏だ貴様が成仏すれば日本も変わる,るナムアビダムスなるほどえー、東京次さんあ、じゃなくて元帝国軍人さん大尉殿のお答えは成仏しろ<ん>です安らかにお休みください RIP 東せいイ せい、成仏せいところで小島、なんだその R.I.P. というのは、はい、いや、これはどういう意味だわかりませんね、僕も台本に書いてあるので読ませていただいたんですけ台本に書いてあるからといって意味もわからず読んだのか <laughs> この R.I.P. というのはな英語でレストインピース、安らかに眠れという意味だ英語でそうだ、<あ>小島海の向こうではそういう言葉が、ね、そうだ 俺はな、今試したんだよ、お前を。おそうでしたやはりなお前お前、まあ、そういうところが甘いところがあるししそれが任務にも出るんじゃないか小島意図反省いたしますそうだ、はい、しっかりと意味を理解して文章を読むようにかしこまりました軍老人 というわけで、そろそろお別れの時間が迫ってまいりました、はい、人生的な意味ではないですがそういう冗談はよせ <laughs> 失礼しましたえー、今週の軍ラジはこの辺でお別れということになりますがここで、局員さんから別紙が来ていますので、えー、読ませていただきますんこれ、数字だけですが、合ってますでしょうかんこちらの先ほどいただいたん ちら合ってるようですね。ああそうかわかりました。じゃあ、読ませていただきます。ええー、三四。二二。三六。二七。二。一八。だそうです。うん、なんだ三四。うん。とみくじの当たり番号か、何かかうん。どうなんでしょう。とはいえ、お時間ですので、今週はここまでとなります。 このラジオは軍部高官の方々の支援と軍関係者の皆様からのお便りで成り立っております。引き続き、皆様からの熱い寄付と熱いお便りをお待ちしております。うん、それでは、退位殿お手数ですが、締めの挨拶をお願いします。まあ、なんか最後ちょっと気になるところがあるかな。ね、まあいいだろう。まあ、謎を残したまま終わるというのもな。はい。田いいかもしれんな。わかりました。これも一興うん。では。大尉と。 トーマの陸軍ラジオ、略して軍ラジ。ではまた次の作戦でサモロ。お風を目されませんようにですの。態度なんですかその声。